原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声担当しております私前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組でございます。26回目、早いものですね。今原神ではですね、景色を切り取ろう旅の写真募集コンテストっちゅうのをやってまして、景色の綺麗な場所のスクショを募集しております。ぜひ探してみてください。金賞だと原石3000個もらえるそうです。すごいですね。そして、鹿の院平蔵というキャラクターがね、先日、公式さんの方から発表されておりまして、いやー、どういったキャラクターなのか今後の続報が待たれるところですけどもね。いやー、なんか見た感じでは非常に何でしょうね、強そうな、そして非常にね、小回りが効きそうな感じのキャラクターだなという印象なんですけどもね。果たしてどういったキャラクターで、どういう元素スキルとか元素爆発とかを持っていてね、どういったテンプを持っているのか非常に気になるところでございますね。ね、まあ、今後の続報をね、皆さんお楽しみにということでね、皆さん最近どんな感じで原神の方プレイされてますかね。私はそうですね、さっきもあのマイクテストで言ったんですけど、皆さんねとっくに手に入れてるよって方多いと思うんですけど、あんまりね、僕あの釣りをねそんなに頻繁に実はやってこなかったんで、最近ね釣りをもっぱら日課にしてやってまして、やっと漁獲という武器を手に入れることができました。いや、非常に強いですね。漁獲ね、ぜひね皆さんね、稲妻のあの釣り協会の方からもらえるんでぜひ皆さん、いい長い武器なんか探してるっていう方はね、ぜひお手すきの際に釣りとかも楽しみつつね、そういったものも挑戦してみてください。ということで今回もですね、素敵なゲストさんに、ご登場いただきますんでね、いろいろとお話とかも伺っていきたいと思いますんで、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。では始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神で勝利の声担当しております前野智明です。では早速ですが、本日のゲストさんにご登場いただきましょう。本日のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、バーバラ役の紀藤あかりです。紀藤さんです、よろしくお願いします。いやいやいや、バーバラ演じる紀藤さんが来てくださいました。はい、バーバラですね、初期から登場しているキャラクターで、うん、非常にね、この聞いてくださってる旅人の中でもお世話になっているって方は多いと思いますよ、うん、ね、そんなバーバラのご紹介簡単にさせていただきますけれども、はい、セピロス教会の牧師でありモンドのアイドルでもある、うん、吟遊詩人の風習があるモンドで、アイドルはまだ新しい文化だが、モンドの人々はバーバラのことが大好きっていうね、うん、簡単に説明するとこういったバックボーンがあるキャラクターなんですけれども、はい、改めて、まあ、いろんなところでお話しされてると思うんですけども、うん、バーバラっていうキャラクター演じてみていかがでしたか。いや、もう最初にお仕事をいただいてキャラデザを見た瞬間からめっちゃ可愛いって思って、可愛いよね、めちゃくちゃ可愛い子だなって思って、うん、もう収録に行ったんですけど、うんうん、やっぱりもうめちゃめちゃ人気キャラですって言われました。いや、人気キャラですよもうめちゃめちゃ、まずキャラデザが可愛いし、可愛いよね、なんか技もめちゃめちゃ可愛くないですか。なんか本当に応援して回復するみたいなね感じだもんね。エフェクトもすごいなんか可愛らしいし、うん、水だしね、うん、使いやすいし、確かにあの原神のまあキャラクターってすごいね、あの可愛らしいキャラクター多いんですけれども、うんうん、その中でもこのなんだろう、正統派ヒロイン的な可愛さっていうのがやっぱバーバラは一つ抜けてるキャラクターかなって僕も思います ね、うん、いや非常にね、本当に僕もお世話になってます。 ありがとうございます、ね、まあ、あんまりこのね星4星5って言い方もちょっと僕は個人的には好きじゃないんですけれどもその星4キャラクターの中であの元素爆発打つ時のカットインがね、うんうん、
入るキャラクターとしてもやっぱり有名ですけれども、うん、まあそのやっぱ回復能力にね助けられてる方多いと思いますけどね。そうですね。なんかあといいよね、このアイドルとしてなんか、うんうん、みんなを応援するためには何ができるかって常にストイックにいろいろとね自分の努力を怠らないあたりがそうですね、すごく好きですね。そうでもアイドルなんですけど、なんかこれ結城葵さんからわざわざ LINE が来たことがあって、はいはいはい、おっとバーバラのイベントをやってた時に、はい、なんか主人公がちょっとバーバラに対して気持ち悪いことを言った時に普通にバーバラがえって引いてるのがなんかすごい良かったよってなんかありがとうみたいな、なんかちょっとお世辞じゃないけど、うん、なんか社交辞令みたいなのを言うんじゃなくてしっかり引いてたのがすごい良かったです。まあそういう人間らしい一面がねちゃんとあるってことですな。しっかりしてるんだなっていうのが、うん、バーバラでデートイベントっていうのをやるとね、うん、マジでもっともっと好きになりますね。そうなんですよ、デートイベント、ね、本当にデートイベントなんだっけ、俺モンドの休日の映画すごい好きでしたね。うん、かわいいですよね。かわいいですよね。ね、リスナーの皆さんからもねたくさんメールいただいてるっていうことなんでいっぱいご紹介していきましょう。はい、はい、旅人ネーム早口厄介オタクさんからいただきました。厄介そう、厄介そう。皆さんこんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみに聞いています。ゲストに鬼頭さんが来ると聞いて お便りを送らせていただきました。ありがとうございます。私は友達にこの子とデートできるよと言われ見せてもらったバーバラちゃんに一目惚れして原神を始めました。アイドルとしてそして鬼頭牧師としてみんなのために頑張るバーバラちゃんが大好きです、うん、デートイベントを開放してからはもっともっと好きになって、同じこと言ってんじゃねえか、うん、クリア後も何回もプレイしています。もちろんバーバラちゃんをパーティーに編成しているんですが、バーバラちゃんと冒険していると元素爆発でウインクをしてくれたり、うん、待機中に歌ってくれたりして、うん、ファンサすごと毎回湧いてしまいますそこで質問なんですが、皆さんはバーバラちゃんをはじめ原神キャラからファンサがもらえるとしたらどのようなファンサをしてもらいたいですか。私は無難ですがバーバラちゃんからハートを作ってもらいたいです。これからもラジオ毎週楽しみにしてます。なんだファンサってファンサって何、ファンサービスか、ね、アイドルだからね、うん、なるほど、すごいですね。いやでも私ずっと言ってるんですけど、開発の方にもたびたび収録のたびに言ってるんですけど、はい、バーバラの曲を出してほしいなって。ああこれそんなこと言っちゃうと多分ワンチャンあるよワンチャン来るぜ。やっぱりアイドルっていうからには、うん、まあなんかランラララランみたいな、なんかちょっと鼻歌みたいなのはゲーム内でも言ってるんですけど、うんうん、しっかり一曲バーバラで歌いたいなっていう、マジで夢があって、おそれにちょっとモーションもつけていただいてっていう。来るぞきっと。じゃあサビはフフ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 フだよそんなこと言っちゃったら多分ちょっとワンチャンあるかもしれないから、もう本当にお願いします。もっと言っときなよぜひそういうの聞きたいですね。待ってます。ファンサですか。でも、うん、まあでもバーバラからは確かにそういうのをしてもほしいですね。そうですね、うん、ちょっとそういうね、なんか鬼頭さんのリアルファンサがもしかしたら原神を通して皆さんにお届けできるかもしれないっちゅうことで、ちょっとそういった企画も皆さんぜひね応援してください。お願いします、はい、続いて旅人ネームスターブライトテイワトさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティーあかりんこんばんは。こんばんは。パーソナリティーさんあかりんこんばんは。こんばんは。ついに超絶可愛いバーバラ役のアカリンが来てくれました、うん、性能も申し分ないのですが、それ以上にフィギュア化するのも早くみんな大好きみたいですね。ことぶき屋さんのものは、草原で歌っているような状況で回復させてくれる気がしますが、うん、皆さんはこのバーバラちゃんをどこに飾りたいですかと。おー、いや可愛い、うわー可愛いな、可愛い、周りに音符が飛んでるのも可愛いですね。可愛いね。こうフィギュアどこに飾りますかね。絶対欲しい。私はもう寝室のテレビ台のところにずらーっと自分の演じたキャラクターのフィギュアが並んでるんで、そういうゾーンがあるんか、そこに飾りたいです、ね、俺もそういうグッズを飾るゾーンが自分の作業部屋にあるんで、うん、そこにねいただいた勝利のアクリルスタンドとかもね、うんうん、飾ってますけれども、まあでもいいですよね、こういうね、すごく、いや造形もすごいね、めちゃめちゃ可愛い。草原に連れて行きたいですもん。行きたい、草原に持って行きたい。うん、なんかやっぱ草原で写真撮りたいな。癒されるよやっぱ、うん、明るいし元気だし、うん、なんかなんだろう、アイドルってこうあってほしいなっていう、まさにお手本のようなキャラクター像だなっていう風に思いますね。可愛、うんうん、ね、可愛いしな、ね、本当に連れてきたいよデートしたいよ本当にデートしたい、はい、もう1つ行きましょう、はい、旅人ネーム綴りは春さんからいただきました。ありがとうございます。私は原神の中でバーバラちゃんの服がとても好きです、うんうん、白と紺を基調した色味、襟や袖などの装飾、服のシルエットなどがドンピシャで好みでした、うん、また適度な肌見せ、かっこ肩が抜け感になり硬すぎず、でも色気一歩手前くらいの
清純さがとてもいいなと感じています。皆さんはこのキャラの服が好き、または着てみたい服などはありますか？いつも番組楽しみにしています。確かにバーバラ、このあの夏服バージョンみたいなやつも可愛いですね。いやバーバラ本当にもうキャラデザが完璧なんですよ。可愛いよね本当に、全てのバランスが整っていて、まあ、でも服はね結構みんなおしゃれな服着てる ね、 そうですね、キャラ多いかな。確かに。どう、あの勝利の服もなんかすごいね、あれですよね、なんか不思議な感じのなんであの ロングな感じのねあれが好きでしたけども、あとなんだろう、翔くんの格好とかもすごく好きですね、僕。私ウェンティの白タイツが、ウェンティのねまあ、あれタイツ、まあ、タイツか、あれは白タイツでしたっけ、あれタイツなのかな、タイツじゃなかったっけ、うん、でもウェンティの服装もねすごくやっぱいいですけどね、ベレー帽みたいな、あ白タイツ、白タイツになんかひし形みたいな、あいいですねこの模様がね、ぜひね、あゆむ村瀬にワンちゃんこの格好してもらいたいともしなくもないですけどね。いやでもバーバラやっぱりね皆さんすごく気に入ってくださっていて、お便りもねすごくたくさんいただきましてね、ありがたい、で皆さんねたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神プレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあここからはいつも通り原神プレイしていきたいんですが、はい、今回は鬼頭さんがゲストで来てくださったっちゅうことですよ。はい、鬼頭さんが来てくださった、うん、やはりここはやっぱバーバラを使っていただきたい、はい、でも、うん、みんなバーバラを使いたい、そこで我々考えました。今日はスタッフさんを交えた4人バーバラ編成で遊んでみようということで、あのまあ世界ランクの都合もあるんで、鬼頭さんにはあのスタッフさんのアカウントでバーバラを操作していただいて、あとまあ僕は自分のアカウントでバーバラを操作しつつ、あとあの2名のスタッフさんにも入っていただいて、4人でちょっと無双の炎というね敵に挑戦していきたいと思います。今ね画面の方映ってるかもしれません、ね、バーバラ4人いますよ。バーバラが渋滞してる、前野とアルバートさんとに応援団長、ね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ無双の炎をめがけて行きましょう。はい、こっちの方ですね。バーバラ、おすごい、私いつもスマホでやってるんで。そうだよね、今回ね鬼頭さんプレステ5で操作していただいてます。慣れるまでちょっとホリエルもねもうすごい苦戦してたよ。そうですよね、ボタンが全然違う、全然スマホの方がやりやすいって言いながらやってた。スマホで慣れる、俺はもうコントローラーじゃないと。さあ行ったぞ、おあいつだぞ、来た。ちょっと俺やったこと、俺さバーバラ4人編成とかやったことないから、ちょっと装備とか生物とかデタラメなんだよ。みんなを守るから、やべえぞ意外とやばい、うわー、いけそうか、やばい、めっちゃす、おおおお、ちょっと大丈夫、死んじゃいました、なんてことだ、ちょっとボタンが全然、そうボタンわからないもんね、最初ね、あ、いた、待ってー、これちょっとやっぱあれやら、あ、でもダメージ当てるのか、おおおお、どおおおお、スタミナの管理が難しい、スタミナの管理が難しい、すごい強、来るぞ、おーおーおお、さあ来るぞ来るぞ、これあれなの、おーおお、やっぱあれのあれなのかな、車庫装備の方がいいのかしらね、回復しながら、おお、俺は不思議な動き、俺はあのタルタリアにつけてる賃金を強引に奪って今バーバルにつけてきちゃってる、ああバーバルを守るくよ、まあでも悪くないダメージは出てるたくさんが強いのかな、バーバラの声しか聞こえない、いいじゃん夢のような世界だよこいつシールド剥がすのが危ない危ない、頑張れ、いけるいけるいける、もうあと半分だ、無双の炎をね素材欲しいからちょうどよかった、うん、ちょうどよかった、元気出せよ、あ、でもいいダメージ出るね、準備強いね、お、消すぞ進化進んだ、進化わたわた慣れるまで難しい、バーバラ全然だ、
いけそう。俺たちのバーバラの力を見せつけてやろうぜ。おお。あ、いけそう。いけそう。あとちょっと。あ、やったぞ。すげえ、いけるもんだな。すごい。よし、しっかりと俺は素材をいただくぞ。おー、何が出るんだ。あ、四角。あ、四角。あ、四角。お、元素チャージコード。あ、微妙。うん、微妙。バツ。おー、あー、でも、ええんちゃう。ほうほうほう。あー、でも、まあ、なんとか倒せましたね。バーバラが4人立ち尽くしてる。みんなを守るからね。ミュージックスタート。元気出せよ。元気出たよ。ありがとう、バーバラ。ありがとう。かわいい。かわいいね。いやー。かわいい。いやー、でも俺のバーバラが本物のバーバラだよ。いやいやいや、私ですよ。いやいや、俺だよ。いや、私が。俺のバーバラってこんなかわいいんだもん。いや、私のバーバラが一番かわいい。どっちの衣装もやっぱいいね。そうですね。かわいい。かわいいな。はい、まあ、そんなこんなで今回はバーバラ4人で無双の炎に挑戦してみました、はい、ありがとうございました。ミュージックドンスタート。原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。現在イベント西より届く香りを開催中です。イベント期間中、ナザファリンの研究に協力し、指定のレシピ通りに調味料を作ると、原石、大英雄の経験、武器突破素材、モラなどの報酬を獲得できます。イベント西より届く香りは6月7日火曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願キャラクター白鷺の庭を開催中です。期間中、氷元素星5キャラクター上里彩香、雷元素星4キャラクターレザー、氷元素星4キャラクターロサリア、風元素星4キャラクターサユがピックアップされ、出現確率がアップします。またイベント祈願武器真鍮不景も開催中です。期間中、星5片手剣ギリギリの開口、星5両手剣向こうの剣などの出現確率がアップします。イベント祈願白鷺の庭真鍮不景の開催期間は、公式サイトおよび公式ツイッター、ゲーム内のお知らせをご確認ください。以上、原神からのお知らせでした。原神公式ラジオテイワット放送局。オスキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます。リスナーの皆さんから、その中で特に誰が推しキャラなのか、どんなところが推しなのか送ってもらい、そちらを紹介していくコーナーだぞ。誰？いやいやいや、あの偽パイモンです。パイモンだったんですね。今日はバーバラに関してのメールが ねたくさん来てるってことで、はい、紹介していきましょうよ、はい、バーバラについて語ろう。旅人ネームバーバラちゃんファンクラブ会員ナンバー0705さんからいただきました。リアル705番の多分会員の方なんですね。、はい、私の推しキャラはみんなのアイドルバーバラちゃんです、うん、バーバラちゃんのどういうところが好きかというと、うんうん、まずは声が可愛いから。ありがとうございます。声質、喋り方、歌声など全てが完璧で可愛いです。ありがとうございます。鬼頭あかりさんの声がすごい、バーバラちゃんと合ってると思います。あとは大気モーションもまさにアイドルって感じで大好きです。また星4キャラなので、星5キャラよりも貫突の敷居も若干低いので、貫突させやすいキャラだと思います。貫突したらパーティーに入れるだけで蘇生ができるので、性能面でもとても重宝しています。戦闘面でも育成すればアタッカー兼ヒーラーの役割もできて、とても使い勝手がいいキャラだと思います。見た目も声も可愛いし、性能面でも強いし、全てが完璧だと思います。ありがとうございます。長くなりましたが、私の推しキャラプレゼンは以上となります。いや、完璧なファンの方ですよ。ありがとうございます。さすが。めっちゃ押してますね。そう、あの貫突するとね、そうなんですよ。戦闘不能になった状態でも蘇生させることができるっていうね。非常に。めちゃめちゃ助かる。その蘇生能力
ていうのかな、があるのって、うん、バーバラとあとナナかな、ね、今のところそういったキャラクターと非常に限られたキャラクターだけなのですごい重宝しますけどね、うん、やっぱなんといっても声が可愛いわと声が可愛いよ、ありがとうございます、声が可愛い、ありがとうございます、ねね、え素晴らしいですね、めちゃめちゃ可愛い子だったんでめちゃめちゃとびきり可愛い声をつけてあげなきゃっていう気持ちで、いや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 、私もやらせていただいて、もう全てが可愛いですよ、ね、もう紀藤さんがバーバラに見えてきました嘘俺も重症になってきたはい、タイミングネームバーバラファンクラブ何人バーバラファンクラブバーバラファンクラブメンバーさんからいただきました、ありがとうございます、原神をプレイし始めてからずっと私の推しはバーバラです、嬉しい、まずとっても可愛い正面から見た姿も少し斜めから見た姿もどの角度から見ても可愛くて写真映えします、うんうん、特に後ろ姿のシルエットが大好きです、スカートや髪のなびき方がとても綺麗で、うん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 、ゲーム内を走っているバーバラの後ろ姿を見ているだけで楽しいです、うん、そしてみんなを笑顔にするために全力なところが本当に好きです、うん、お姉ちゃんに近づくために日々努力し続けるバーバラに心を打ち抜かれました、うん、アイドルとして祈祷牧師としてモンドのみんなやプレイヤーの旅人さんたちを笑顔にするバーバラが大好きです、うん、バーバラの魅力はまだまだたくさんあって全然書ききれません、これからもずっとバーバラを使い続けますそしていつかバーバラがアイドルとして歌っている姿が見たいなと思っています、同じ気持ち、来ちゃったぞ、旅人さんからもこういった意見がわかります、まあ、バーバラがね、もうこの頑張っている姿がやっぱ好きと、うん、熱い思いをいただきました、うん、ファンクラブメンバーさんから、ね、しかもそっか、バーバラって妹キャラでもあるんですよね、まあお姉ちゃんの存在がね、お姉ちゃんって言ってジンって言い直すのがめちゃめちゃ可愛いんですよ、これバーバラ結構ね意外とね、知らない方も実は多いんじゃないか説がありまして、うんうん、バーバラとジンの関係性っていうのは、そうなんですね、うん、ちゃんとゲーム内でね、うんうん、ジンのプロフィールの何だっけ 5番ぐらいでちゃんと明確に書いてあるんでね、うんうんうん、妹のバーバラを連れてみたいなやつ、うん、皆さんねその辺もチェックしてみて見ると2人の関係性がよりなんかエモく感じられるんじゃないかな、うん、尊いです、なんかねバーバラを好きになると、うん、ジンもねやっぱ好きになるのすごく、もともと俺ジン団長すごく好きなんだけど、うんうん、やっぱそれと並行して2人の株がどんどん上がってったから、そうなんですよね、かわいいよね、かわいい、ジン団長もねああいうなんかすごいしっかりした一面だけども、うんうんうん、なんか恋愛小説が好きとかっていう一面があったりして、うんうんうん、すごくねギャップがある兄弟だなと思います ね、かわいい、この2人すごい僕の推しですよありがとうございます、バーバラとジンは僕の推しです、バーバラとジンはいいぞ、さあ熱い思いをもう1つ2つご紹介していきましょう、旅人ネームキュウリの浅漬さんからいただきました、急に浅漬が出てきたMC の前野さん、ゲストの紀藤さん、こんにちは、こんにちは、この度大好きなバーバラちゃんの声優を担当されている紀藤さんが原神ラジオのゲストにいらっしゃると聞いて勇気を出して初めてメールを送らせていただきました、ありがとうございます、早速ですが私の推しはバーバラです、ありがとうございます、原神を始めたてで右も左もわからなかった時、冒険ランク20達成でもらえるというバーバラを見て、うんうん、なんだこの可愛い子はと驚いた記憶があります、アイドルっぽい可愛らしいモーションや仕草はもちろん任務やイベントストーリーで垣間見えるお姉ちゃんが大好きなところが本当に可愛くて大好きですと、旅人の前でお姉ちゃんと言いかけてジンと言い直すシーンや初登場シーンなどがあるモンドの魔人任務、金リンゴ軍刀のイベントストーリーはバーバラ推しの私にとっては眼福でした、うん、私は特に歩いている時の髪の揺れ方と後ろ姿が大好きで、バーバラを使っている時だけはなぜか走らずに歩いて移動してしまいますランク20の時からヒーラーとしてバーバラを連れて旅をしていましたが、今ではすっかりヘイバットの5本の指に入るメインアタッカーでもあり、うん、トリプルクラウンを捧げた大好きなキャラです、うん、回復も戦闘もできるバーバラ最高と、すごい後ろ姿全く同じこと言ってますね、後ろ姿やっぱみんな後ろ姿が、うん、この、ね、うなじがいいのかな、うなじもだし、このツインテールが揺れる感じ、ツインテールの後ろ姿見えるうなじというかね、うん、これがいいのかもわからんけどね、かわいい、しかもトリプルクラウン捧げた、あらこれねかなりあれですよ、愛がある証拠と言われてますけども、うんうんうん、ね、通常攻撃、元素スキル、元素爆発を全部マックスまで上げた、ね、ありがとうございます、すごいね入れようですね、そうメインアタッカーとして運用されてる方もね、うんうんうん、非常に多いキャラクターで、
このゲームのすごいとこって、うん、一見そのバーバラってやっぱり回復特化のキャラクターに、うん、普通はやっぱそういう風に使う方が多いと思うんですけども、うんうん、まあ、あの使い方次第ではそういうメインアタッカーとしてね、ダメージも出せる仕様が頑張ればできるっていうね、ららその辺のね、あれが自由度が高いっていうのもな、この原神の売りの一つでございましてね、うんうんうん、非常にだからバーバラがメインアタッカーだっていう方はね多いと思いますよ。あら嬉しい、ね、そんな使い方されてる方もいらっしゃると思いますけども、うん、もう一つぐらい熱い思い紹介しましょう。お旅人ネームふわとろ卵プリンさんからいただきました。また美味しそうなのが、ね、朝漬けについてプリンさんからいただきました。パーソナリティの皆さん、あかりんこんにちは。じゃあ、こんにちは。僕の推しキャラはバーバラです。ありがとうございます。あかりんが、あかりん、あかりん、あ、あかりんです。あかりん、あかりんが CV という理由で始めた原神ですが、リリースから始めて約半年でバーバラをレベルテンプをマックスにし、命の星座を貫突しました。ゲームが得意ではない僕にとってヒーラーがいることはとても心強く、貫突の蘇生効果はとてもありがたいのでなくてはならない存在です。またスキル使用時はキャラを回復させるだけではなく、仕事で疲れ切った僕の心もバーバラかっこアカリンの声で癒され、また明日も仕事頑張ろうと思えてます。なのでどんなことがあろうと一度もチームから外したことはありません。おー、すごい。これからもバーバラと一緒に原神を楽しみますと。おー、すごいですね。素晴らしいですね。どんなことがあろうと外したことはありませんと。私もずっと入れてます。すごいですね。いやー、やっぱみんなそういう方も多いんでしょうね、うん、やっぱこの方ももうレベルとテンプマックスで貫突してるという、うんうんうん、すごいやっぱ愛がね、深い。深いですね。ありがとうございます。やっぱでも声で癒されたとか声が可愛いって意見が非常に多いですね。嬉しい。これはやっぱ声優としてで、ね、うん、何よりの褒め言葉、嬉しいところですけどね。本当ですよ。いや、いいな。なんかこういうのちょっと俺の回もやってくれ。なんか勝利の回とかもこういうの聞きたいわ。あ、まだやってないんですか。まあ、ただ推しキャラプレゼンでなんか、いや、あの好きですって言ってくださってるメールはね、うんうん、ご紹介させていただいてますけど、うんうん、こんなにもやっぱりね、皆さんのご意見を顕著にね、聞けるコーナーなかなかいいんじゃないですかね。いや、嬉しいですね。いや、こう、まあ、本当に、ね、たくさんのバーバラの熱い思いを皆さんからいただきました。ということでね、はい、最後にですね、はい、バーバラの映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。どうぞ。秘密こんにちは、旅人さん。あ、これね、なんだか元気ないみたいだけど。めちゃめちゃ可愛いんですよ。元気ないんだよ俺。どうかしたの？ちょっと仕事でうまくいかなくて。私に話して、うん、バーバラがあなたを元気にするから。かわいい。今度の仕事うまくいくか不安で。なんだか恥ずかしいね。バーバラに会えるだけで幸せ、うん、そう思ってくれるならすごく嬉しいな。うん、うん、どうしたら元気が出るかって。どうしたら元気が出る。どうしたらいいかな。考えてる。ピリ辛小魚。この角度めっちゃ可愛い。ピリ辛小魚100匹くれたら教えてあげる。ピリ辛小魚100匹。今から言うことはすぐ取ってくる。絶対誰にも言っちゃダメだよ。じゃあアイドルの秘密を一つ教えてあげるね。教えて。お。元気が出ないときはね。出ないときは。このノートが支えてくれるの。そのノートって。ただのノートじゃないよ。え。駆け合いしてる。みんなからの応援と期待の言葉が書いてあるんだ、うん、もちろん批判もね。ここに書いてある言葉が私を前へと進めてくれる。例えば、あ、例えば恥ずかしかった。スイートフラワーミルクの甘さが10だとしたら、うんうん、バーバラはスイートフラワーミルク10杯分だね。こんな難しい言葉みんなどこで覚えてくるのよ。例え。あなたもこのノートに書きたい。書きたい。書きたい。もう書かせてくれる。私をからかわないで。からかってなんかないよ。あと秘密を守る約束も忘れないでね。もちろん。けどまた私とお話ししてくれるなら書かせてあげなくもないけど。する、絶対する。書かせて。だから書かせて。今日はまだ大聖堂のお仕事が残ってるの。え、そんな。大丈夫だよ、またすぐに会えるから。本当、楽しみにしてるね。約束だよ。それじゃあバイバイ。バイバイ。やべえ、やべえ、笑っちゃうほど可愛いな、マジで。セルフ掛け合いしてるじゃないですか。やべえ、いやいや、こうなるだろうって。なるでしょ、あんなメッセージとかさ、もらったら。
やこれはマジ元気出るよ普通に。これは本当に可愛いんですよ、ね、やっぱ皆さんがねやっぱバーバラは生きがいだっておっしゃってる気持ちがすげえわかりますね、うん、これは、うん、いやーねぜひ皆さんもねこれからもその愛を持ってね、うん、バーバラと一緒に旅を続けてみてください。お願いします、はい、こんな感じで各キャラの動画も交えつつ皆さんが好きなキャラクターについてご紹介していきますんで皆さんの推しを教えてください。ちょっと気持ち悪くてすいませんでした以上推しキャラプレゼンのコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオ TWAT 放送局、残念ながらそろそろログアウトの時間になってしまいました、うん、番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。また番組ではイラストも募集中です。 Twitter でハッシュタグ TWAT 放送局をつけて投稿していただいたイラストの中から YouTube のサムネイルなどに採用させていただく可能性がありますので、ぜひ素敵なイラストのご投稿をお待ちしております。さらにメールを読まれた全ての方とイラストが採用された方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ、投稿お待ちしております、うん、そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティは古賀葵さん、そしてゲストはモナ役の小原好美さんです。あ、小原ちゃんがね来てくださるということね、うん、そちらの回も楽しみですね、ということで第26回今回はね、バーバラ役の鬼頭さんにゲストで来てくださいましたけれども、はい、鬼頭さんいかがでしたか。いやもう改めてバーバラがたくさんの人に愛されているっていうのが分かって、もうめちゃめちゃ嬉しかったですし、 そうよ、そしてもしかしたらね、バーバラの歌が今後なんか実現するかもしれない。あのファンの方たちも待ってますので、俺も聞きたいし見たいし、いやですよね、うん、みんな見たいと思うんですよ。見たい見たい。なんか広場とかに行くと、あ、なんかバーバラが歌ってくれるみたいな風にしといてほしい。いやそんなイベントあるよ絶対やるよやるよ、やってほしい。人目に見もう今浮かんだもん。浮かびますよね、イメージが、うん、やばい。ぜひお願いします。ぜひね、そういったご意見とかもね、うん、皆さんの熱い思いをこれからもメールで送ってきてください、うん、ぜひね、また遊びに来てください。あ、ぜひ、ね、お願いします。いや、やっぱこんだけでやっぱさ、この皆さんからのね熱いお便りまだまだ紹介しきれてないのたくさんあるんで、うんうん、ぜひねまたバーバラの熱い皆さんの思いをね次の回に紹介していきたいんで、はい、また鬼頭さんにもぜひ遊びに来てもらいましょう。はい、はい、ということで残念ながら今回はこのあたりでお別れでございます。ということでここまでのお相手は原神で勝利の声担当しています前野智明とバーバラ役鬼頭あかりでした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。